海上自衛隊の最新鋭潜水艦タイゲイには、リチウムイオン電池が搭載されています。これは、そう、竜型潜水艦11番艦オウリュウ、12番艦トウリュウと同じです。今回は、スターリングエンジンから、リチウムイオン電池が採用されることになった経緯、リチウムイオン蓄電池の特性を最大限に活かした仕様について見ていきたいと思います。2009年、平成21年から海上自衛隊で使用されている潜水艦が双竜型です。最新技術の塊で、その実力は通常動力型潜水艦としては世界最高性能と言われています。通常動力型潜水艦というのは、動力にディーゼルエンジンとスターリングエンジンを使っている潜水艦で、原子力以外の動力を持つ潜水艦のことです。当然ながら、日本にはこのタイプしかありません。その、そう、竜型をさらに発展させた潜水艦が、海自の切り札となる、最新型潜水艦タイゲイ型潜水艦の1番艦タイゲイです。進水は、2020年、令和2年、10月14日、三菱重工業神戸市造船所で行われました。収益は、2年後の2022年、3月9日、横須賀に配備され、潜水艦としての活動がスタートしました。サイズ的には、タイゲイ破損、竜型と同じ長さを持ち、喫水は2メートルほど深くなっています。排水量も、50から100トンほど増えています。そう、竜型潜水艦と比べると、さらに探知能力が向上した、高性能ソナーシステムを装備、静粛性も向上した、船体構造となっていて、海上自衛隊最大の潜水艦となったのです。名前のタイゲイですが、漢字では大きなクジラ大クジラということです。日本人は、昔から、クジラと深い関わりがありました。現在では、商業捕鯨は禁止され、細々と調査捕鯨が続けられていますが、江戸時代の絵には、一つの浜総出で、クジラを浜に引き上げる様子が描かれているものがあります。昭和40年代の小学校の教科書には、シロナガスクジラを解体する写真なども載っていました。もちろん、給食で、クジラの竜田揚げを味わった人もいることでしょう。数少ないタンパク源として、クジラは、日本人の胃袋と、体を支えてくれたのです。だからこそ、世界最大の哺乳類クジラへの敬愛を込めて、国防に関わる潜水艦の名前につけたのではないかと考えるところです。もともと、潜水艦の名称については、海上自衛隊の命名基準があり、セイウチ、海の自然現象、及び水中動物の名前ということになっていましたが、縁起のいい、水晶動物の名前も使用できるようになったそうです。そう、竜型は言うまでもなく、水晶動物とされる想像上の動物竜にちなんだ艦名で、漢字では青い竜となります。アニメのエヴァンゲリオンを連想した方もいらっしゃいますよね。太平洋戦争で活躍した旧帝国海軍の翔艦青い竜、初代、航空母艦青い竜、二代目と同じく青い竜を意味しています。ちなみに大クジラという名前は旧帝国海軍の潜水母艦に命名されていました。当時は洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などに使用され、時には潜水艦待機艦として働いていた潜水母艦だったのです。この潜水母艦大クジラは太平洋戦争が始まった1941年昭和16年に航空母艦劉邦に改修されました。ミッドウェー海戦で主力空母4隻が失われた後、
正規空母扱いとなり、マリアナ沖海戦などに参加しました。その後、輸送艦として活躍し、呉で防空砲台として使用された後、終戦翌年1946年に解体されました。前述の通り、潜水艦隊ゲイハジ世代潜水艦用蓄電池であるリチウムイオン蓄電池を搭載したディーゼル電気推進方式の通常型動力潜水艦です。ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的に新たに開発されたスノーケル発電システムが搭載されていて、毎級の流型2艦より効率よくリチウムイオン蓄電池の特性を最大限に活かせる仕様になっていて、先行したまま浮上せずに高速充電ができるようになりました。流型2艦では今までのスターリングエンジンを廃し、スイタスペースにもリチウムイオン蓄電池を搭載しています。当初、鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に変える手法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池に変える手法が比較検討されたそうです。後者の方が経費は割高になりますが、出力が大きいので、在来潜水艦などより高速で水中連続航行が可能になることが期待されました。したがって最終的にこの方式が採択されたのです。このために10番艦終流までの建造費は1隻あたり約517億円でしたが、11番艦オウリュウハリチウム蓄電池を搭載したため約643億円と100億円以上コストが上がり、12番艦闘竜では690億円にもなっています。流型では、スターリングエンジンのスクリュー軸馬力は8000馬力でしたが、欧竜、闘竜は5600馬力ですから、パッと見、低下したように思われますが、瞬発的な最大速力は低下しますが、リチウムイオン蓄電池には、効率放電が長時間持続できる特性があるので、中速から高速での潜航が長時間可能になり、潜水艦としての性能が大幅に向上したことになりました。鉛蓄電池と比べると、リチウムイオン蓄電池は2倍以上のエネルギー密度、1.5 倍以上の密度放電の繰り返し、回数を持っています。放電しても、電気容量の著しい低下はなく、鉛蓄電池で心配されていた事故時の水素ガス発生の心配もありません。体ゲイの構造は、部分単柄構造で葉巻型線形で、船体構造にも新しい基軸が盛り込まれて浮き課題を採用しています。その構造は、諸外国でも採用が進む浮き甲板と呼ばれているもので、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和する働きがあるそうです。さらに、流型より静粛性の高いプロペラスクリューや音波吸収材も装備されています。なお、体ゲイ型は、艦内スペースに余裕ができたので、乗組員居住区に、女性用寝室やシャワー室などが確保され、居住区内に仕切り棟を設けるなど、福利厚生にも力を入れています。人員不足やジェンダー平等への配慮を考え、将来的な潜水艦への女性自衛官の増艦を促進を見据え、この先の海事における女性の最前線への進出に対応していると言えましょう。兵装については、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを発射できる 533mm 魚雷発射艦6門を装備。この18式超魚雷とは、潜水艦装備用の長魚雷として、防衛装備庁が開発して、2019年に取得予算が計上されたものです。本体開発経費は約94億円とも言われていますが、2022年2月までには、海自の全潜水艦に行き渡るとされている高性能魚雷なのです。
魚雷の追跡を欺くためのデコイ、おとりを見破る対応能力を持つ音響画像センサーも装備されています。海中の深海域だけでなく音響環境が複雑になりやすい沿海、魚雷センサーが狂いやすい浅い海域でも確実に目標を捉えて形状を識別し、攻撃による命中率も高められているそうです。最適なタイミングで起爆が可能なアクティブ磁気近接起爆装置も搭載されていますから、最新の技術で世界トップクラスに入る魚雷といっても誇張ではないと思います。通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇る海自の潜水艦ですが、お隣の韓国に不思議な動きがあるようです。韓国も通常型潜水艦を持っているのですが、太平洋には太刀打ちできないと考えたらしく、原子力潜水艦を保有する構想があるというのです。原潜と通常型との大きな違いは、推進するためのスクリュープロペラを回転させるエネルギーの発生源です。原潜では、原子力、すなわち核分裂反応によって生まれる熱エネルギーで、水を沸かしてタービンを回すことで、スクリューを回転させますが、通常動力型は、ディーゼル機関などを作動させて、スクリューを回すことになっています。この違いから、原潜は、通常型より複雑な構造になっていて、サイズも大きくなります。運用方法を比べてみると、通常型が、沿岸域での運用が、比較的得意なのに対し、原子力潜水艦は、広い外洋域での運用が得意とされています。エネルギーを補給する必要がなく、半永久的に原子炉を動せる原潜は、理論的には浮上せずに先行したままでいることが可能ですし、膨大な電力を発電できて、海水の淡水化なども艦内で可能としています。しかし、メリットだけではありません。原潜は、大きなデメリットも抱えています。まずは建造費用です。天文学的数字と言っていいでしょう。そして、お役御免になった後の原子炉と核燃料の処分が深刻な課題となります。これは、2011年の東日本大震災での福島第一原発事故を見れば容易にわかるはずです。メルトダウンした原子炉建屋や原子炉、燃料デブリの取り出し作業は、11年経った今も、道半ばです。日本にも、原潜をという声もありますが、非核三原則、核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないなどに代表される政治的問題を仮に解決したとしても、日本の現状を考えると、原潜が必ずしも必要な戦力とは考えにくいのです。日本の潜水艦戦略は、近海で敵に存在を気づかれることなく、敵哨戒網を突破して、敵艦艇や輸送艦、輸送船を沈めること、機雷を敷設し、特殊部隊の潜入支援や情報収集任務などを担うことですから、最優先事項として潜水艦に求められる性能は、静粛性の一言に尽きると思われます。しかし、原子炉は一度起動した後は停止できないのです。永久に動いていなければならないのです。それも恐怖ですよね。原子炉の作動中は、冷却水循環ポンプを止められません。加圧水型原子炉では、このポンプも大きな騒音の発生源になりますから、機関を止めて海底にぴったり張り付いていたとしても、騒音は発生するのです。そうなったら、敵のソナーに即気づかれてしまいますよね。しかし、アメリカ海軍の最新原子力潜水艦では、低出力時には、冷却水自然循環のみでの運転が可能になっているので、ポンプの運転は不要と言われています。
ということは、騒音の心配はないということでしょうか。とはいえ、騒音のせいで発見されやすく、放射能漏れの危険性がある源泉に、巨額の防衛費を投入するくらいなら、その予算で、諸外国も推進している、無人潜水艦開発を進める方が合理的ではないかと思われます。しかし、中国の台頭、ロシアのウクライナ侵攻など、安全保障政策が切迫しているのも事実です。潜水艦発射弾道ミサイルによる攻撃に対応するため、長時間の潜水航行ができない海自のディーゼル型潜水艦では不十分だ。原子力潜水艦の保有を検討すべきではないかという意見も出てきているようです。